カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカクラパート42。今日はですね、前回のコメントだったかなに、アドバイスいただいたんですが、ヒカキンさん、丸石が足りなくなったら丸石製造機作ればいいじゃないですかっていう風にね、コメントいただいて、自分なりに調べたらね、これまた難しいんですけど、僕にとってね、ちょっとしたなんか仕組みみたいなのを作ると、丸石がこう無限に出てくる機械が作れるんですよ。今日はね、正直ね、あんま意味わかってないんですけど、見よう見真似でね、作ってみたいと思います。いきますよ。ちょっとね、マスオさんの動画をね、参考にしたので、ほんとそれの通りに作ってみたいと思います。で、僕がね、全くこう作ったことのないような、アイテムとかが必要なんで、まずは材料を作っていきたいと思います。じゃあ作業台で、だいたい用意したんですけど、はい。まずね、レッドストーントーチだったかな？これがいるんだよね。4本くらいだったかな？これ。まず4本くらい作ろう。初めて作るわ。もうこれすらあんまり意味が分かってないんだけどもね。マイクロって難しいよね。で、次に必要なのが、すげえ意味わかんない装置ね。どうやってやるんだっけな、これ。あ、思い出した。次に必要なのが、ね、確かこれ石をこうやって、3個やって、レッドストーントーチを両サイドにこうやって、確か2個だったかな？あ、こうして、ここにレッドストーン。あ、これこれこれ、この超意味不明なやつ。レッドストーンリピーター。これが1個いるそうです。で、あと必要なのが、ピストンってやつだね。ピストン！こうやって、こうやって、木をここにやると。あ、できた！ピストン！これが2つ、これをまず作って、で、1つを、なんか粘着ピストンってやつにするんだよね。これで、スライムボールをここに置くと。これだ！粘着ピストン。こんくらいだったかな、確か。あとね、このガラスとか、バケツとかが必要なんですけど、こんなもんかな？多分こんなもんで準備は OK。じゃあ行きましょう。あとはどこでその丸石を製造するかですね。で、結構なんかその装置がね、でかくなりそうなんで、まあこれからね、また敷地広げていくんで、一旦敷地の外のね、この辺に作りたいと思います。いやでもこれで丸石が無限にね、取れたら、今度なんか石のタイルみたいの作ってね、街の床とかも作れますよね。で、あとはそうだ、バケツに、水と溶岩が必要なんだよね。水と溶岩。じゃあまず溶岩。よっこいしょ。溶岩ゲットでしょ。で、水だね。これずっと前使ったのがここにあるから、よっこいしょ。よし、これで OK だ。じゃあ、どっち向きに作ろっかな、これ。よし、この辺から作ってみよう。本当にこれね、僕、チャレンジですね。一気に難しいことをするチャレンジだ。今まで全然難しいことしてないからね。まず、こういう風に、ガラスで、こういう感じのあ、べべべべ、もったいね。こういう感じのつくんだよね。で、ここに水を入れる。ピュッ。すると流れて、ゆーく。で、ここまでをガラスで同じように囲んでいくらしいんですよね。こうやって。ほいほい。もうこれ考えた人天才だよね、本当にね。で、こっちもこう、あべべ、もったいないな、もう。よいしょ。こういって、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 ここまでにいいのかな？確かここまでだった気がする。で、一個開けて、こうだったかな？そう。で、こうして、こうでいいんだっけな、確か。そう。で、ここに、マグマを入れるんだよね。こうやって。そうすると、ここで、石が、できたー！できたー！結構なんか、本当に、できてる、できてる。嬉しい。で、ここ掘る。ここ掘れワンワンする。で、ここにね、さっき作ったこのレッドストーントーチをね、入れるんですよね。おいしょ。これがなんかあれですよね。電気の流れっていうかスイッチみたいになるんですよね。そう。で、後ろに、もうこっから僕結構、何がどうなって動くのか意味わかんないんですけど、ピストンたちをね、なんか配置していくんですよね。で、ここにピストンを置くんだね。あー、やべえ、逆向きだ！向きが違う。やばい、これ順番ミスってる。こうじゃなくて、やばい、一回溶岩すくおう、溶岩すくおう。苦戦しております。もう一回やり直そう。ここにまずピストンをこっち向きで置く。そうそうそう。で、ここに、溶岩を入れると。はい。燃えないよね、これね。よし、これでいいんだ。で、もう一回ここ。これやり直し、やり直し。ここに、レッドストーントーチを置いて、で、この状態ができる。そしたら今度後ろ行って、この粘着ピストンをここに置く。おーしゃ、パルク！なんかもう、なんかピストーンしてるけど、
で、ここに、丸石を置くんだよね。丸石、いや、なんとかできそうだ。丸石を置いて、で、こう、うお、ゾンビ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 、ああ、いやいや。で、ここにレッドストーントーチを置くんだよ。ほんでね、ここに置いて、もうなんか、私には何が何だかさっぱりですけどね。もう覚えていくしかないよね。で、レッドストーンリピーターってやつをここに置く。これ向き合ってる？あ、これでいいんだ。あ、来た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 。こうやって置いて、で、ここに、さっきの下からね、こう上がってくるんだと思うんですけど、これを置くと完成。ほい。うわ、できた！うわ、やべ、ビビった！あ、間違えた！あー、どうなってるどうなってるどうなってる。うおー、来た来た来た！あー、来た！伸びてきてます！伸びてきてます！うほほほほ。完成だよ。うお、できたできた。もうちょっとね、どういう原理でなんか何がな、どうなってるかよくわからないんですけど、こういうのいろいろ作って覚えていくしかないですよね。で、これで、もうこれで削っていくとまた伸びていくんだよね、多分。一個削ると伸びるわけじゃないと。一回、そっか、これで出たやつをこうやって削ってって、なんでここまで伸びるんだろう、これ。そう。で、ここを取ると伸びていくんだよね、多分ね。せーの。ほい。うお？ほら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 。うわぁ。それで、ここでこうやってやってると、無限にく、あ、パリン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 、うわぁ。これやばいね、これ。うわぁ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 。あれ、ここ割れても別に大丈夫なんだね。これガラス節約できるじゃん、これ。まあ一応つけとこう。はい。これでね、もう僕は一生石に困ることはないですね。丸石、焼き石。いや、石系はこれでもうマックスでしょ。で、木も植えたしね、以前。木材と石にはもう困んないね。これのダイヤ版とか作れないのかな。作れないよね。マイクラの世界よくできてますよね。鉄とかね、ダイヤとかそういう資源はこう有限であると。よくできてるね。ここでやるとちょっと危ないね、ガラスが。ここら辺だね。はい、ここ。あ、いいね。こういう感じ。いや、いいっすね、これね。いやー、私、石職人でございます。こうやって石をね、常に皆様にご提供するために作っております。あー、やばい。いや、いいわー。ね、洞窟でやっても、まあ、結構洞窟掘れちゃうしね。いや、でもね、回路とかね、全然作ったことないので、いい勉強になりましたね。まだまだマイクラの世界、こういうちょっと僕が知らない、意味わかんないようなね、こういう道具とかがあると思うんで、今後もちょっと、勉強してね、少しでも高度な機械を作れるように頑張りたいと思います。まあ、他にもね、もっとこう効率のいい丸石製造機とか、もっと一気にこう2列で出てくるやつとかもなんかいろいろ見たんですけど、ちょっとあまりにも難しそうで、俺ね、マスオさんがやってたのを見て、これを参考にしました。で、マスオさんもね、どなたかのやつをこう参考にされたそうなんで、その、動画は概要欄に載せておきます。いやー、いいもの知れました、ほんと。ちょっとエンダーマンいるんで、最後フィニッシュでぶち倒して終わりたいと思います。あ、あれ、なんで、なにこれ、あ、水入っちゃったのかな、これ。うわー、まあいいや。目をそらして寄っていく、土ブロックを持っている。あれ、逃げちゃった。あいたあいたあいた。雲も来てる、雲も来てる。よっしゃ、倒した。取れた取れた。今なんか、今アイテム落とした。落としてねえや。残念。クリーパーが石に乗ってます。壊さないでね。まあ今後ね、ただいろんなものを建築したりする上で、こういうね、製造装置みたいなものは必要になってくると思うんで、まあいろいろと勉強したいと思います。ちょっと待って待って待って。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。